さあ裏抜け出す、オフサイドはない、トラップしてガオリナシュート、グランパス同点に追いつきました。深堀俊平ルヴァンカップ2得点目、またまたサンフレッチェ広島の堅守をこじ開けました。長いボールに対してトラップからの流れ、そうですね、はい、一連のこうスムーズなこう流れの中で、もう前半から深堀は狙ってましたよ ね、 狙ってましたよね、はい、まあ、ここをうまく本当に胸のトラップをして、まあ、最後まで落ち着いてましたよね。はい、うまくギリギリ左手でバランスを取りながら、ちょうど肩口のあたりでトラップをして、そこからのシュート一連の流れ。